みほとけチャンネル。おはようございます、みほとけです。ナム、本日は6月15日木曜日朝の8時半ぐらいです。いや、今日はですね、なんと香川県に来ました。しかも善通寺です。はい、弘法大師が生まれた場所です。深夜バスで到着、乗ってから気づきました。コンタクトを忘れて、こんな本当ガリベンちゃんのメガネで失礼いたしますが、今日は弘法大師ご誕生の1250年記念の日なので、特別な法要が、はい、善通寺さんで行われるということで、ちょっとお祝いしに来ちゃいました。弘法大師お誕生日おめでとうございます。善通寺でのこう大きな法要とか、まあ、いろんなこう特別なことをやっているので、その辺を密着というか体験しながらお届けしたいと思います。天気は激悪です。はい、でも楽しくいきましょう。ナムー。はい、善通寺に到着しました。錦大師の御開帳があり、入り口があり、天野幸雄さんです。急に紹介する。はい、今日は一日先達として、今日はあの善通寺をご案内してくださいます。よろしくお願いします。そうですね、この不思議な形の橋を渡ります。ここはあの善通寺さん言っても裏から入る格好なんですね。ああ、そうなんですね。はい、正面は南大門の方なんで、はい、こっちに大きい駐車場ができたので、はい、高野山でいうと中野橋の駐車場に入ると本当の高野山を知らずに奥の院を参っちゃうみたいなとこがあって、はいはいはい、なるほど。善通寺さんも実は言うと何だ今まで行ってから回った方がいい。なるほど、はい、でここで一礼をして入ります。はい、一礼します。はい、どうぞ。はい、失礼します。ここがまあ元々の大師堂ですね。大師堂、弘法大師の大師堂、はい、大師堂になります。で、ここはあの三重堂という言い方をしています。正式にはへ、三重堂、お大師様のお姿が拝めるという。あ、そうですか。で、今ほぼここで朝のお勤めや、はい、エコーごと、エコーっていうのはあの自分のところのご先祖供養とかをここでほとんどしてくださるようになってて、はい、メインはあちらに見えます、はい、五重の塔。おお、五重の塔見えました。はい、はい、あそこに本堂があって、はい、薬師如来が祀られてて、そっちが本堂になるんで、はい、境内がもうとにかく広い。広いですね、はい、あっちの方まであります。で、今日のスケジュールとしては、はい、9時ですので、はい、まず目引き様を拝観して、はい、目引き大師。目引き大師様を拝観して、その足で、十字の法要に参加させてもらって、はい、その後五重の塔の内拝、はい、特別内拝が今日までなので、はい、そこも行っときたいなと思います。わ、はい、かりました、よろしくお願いします。ということで、目引き大師様のあれを買ってこようよ。目引き大師出ました、うん、この読めない漢字、何回聞いても読めない。目引き大師さんは弘法大師のお見えが瞬きをしたという伝説の残るお軸です。ちょっとモナリザの CM みたいな。ただいまですね、善通寺様三重堂前にあります土産物屋さんで記念グッズを拝見しております。結構そそられますね。私はね、友人にこの ANA コラボ御朱印ちょっと奮発して買っちゃいました。特典付き4000円で、すごい特典が気になるね。何が記念グッズがついて会場え、三井住友会場障害保険が無料でついてくる。御朱印帳買うと、でもこれはすごいわ。向きが三井住友の、あ、すごい、でも交通事故、本当だ、特典が。今日覚えたくなるね。かわいい。真央ちゃん、だから幼い頃の弘法大師ってことですよね。そうです。生まれたての弘法大師。はい、こんなかわいく。うん、これ、善通寺さんの門ですね。善通寺の門ですね。この、なんとかスアニバーサリー史上一番いかつい数字っていう。1000&250th anniversary です。
これあった、あった。簡単に冷静になり、結局これをいただきました。復活した。お遍路。弘法大師ご誕生1250年記念大法会結願弘法大師お誕生日会お誕生日会とは読まないですね。弘法大師ご誕生へです。ご誕生へです。でも、はい、1250歳を祝ってもらえるのは、はい、やっぱりすごいことです。すごいことですよね、はい、誰にも忘れられずに、しかもなんならこんだけの日本中の人たちが、はい、お祝い。55歳の住職、いまだに祝われたことないですから、ね。祝われたことない。悲しいな、はい、55歳でもう生きてるのに。生きてるのに忘れられる。忘れられるのと。言葉が。あ、ごめんなさい、生きてますからね。言葉が切ないけど、ね。ちょっとここが有名なお大師堂なんですけど、はい、2箇所見どころがあって、はい、まあ、三重堂とそれから階段巡りがあるんですよね、はい、そこも行ってこられたらいいんじゃないかなと。はい、わかりました。まあ、もちろんカメラはダメなんだけど。そうですね。目引き大師を参拝してまいりました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、すごく感動しました。ああ、よかったです。はい、弘法大師さんが密道するときに、うん、お母様がいや心配よっていうときに、じゃあ分かった、私の姿を絵に残しましょうということで、池に映った自分の姿をこう映して描いていたところ、日が暮れてしまって、うんうん、なかなか見えなくなったところ、はい、この善通寺の真裏にある山からお釈迦画廃山ね画廃山、はいはい、画廃山から釈迦寺からお釈迦様が現れて、光を弘法大師に刺した。五光に当てて、はい、五光に当てた。そのおかげで弘法大師は自分の顔が池に映って、はい、その姿を、こうちゃんと今お軸として残すことができた、はい、それでまたこの光の反射と、はい、ご自分をどの角度から見たかというところも、はい、あの図の中でこう推理できるから。そうですね、説明も素晴らしかったですね。うん、まあ、こっち向いてね、こうやって向いてらっしゃって、はい、もうさぬき弁バリバリ、ね、バリバリの和尚さんに、はい、あの解説いただいて、めちゃめちゃ一緒に講習受けた人なんですね。あ、知り合いの布教講習のすごくあの分かりやすいお話でした。さぬき弁も大ベテランです。あ、香川に来たなっていう感じがあって、あ、よかったですけども、それで、ここもね、こっち向いてね、こう目線がなんかね、確かにあの鏡写しになってるなみたいなところもあって、はい、でちょうどこの、その鏡写しの延長線上にお釈迦様が山の上から出てきてるって構図も良くて、で、その、まあ、弘法大師が残されたそのお母様のために描いたお姿が、うん、後々のように、はい、住処天皇様が鎌倉時代に、時代、いやー、ちょっと弘法大師のこのお姿を僕も拝観したいということで、はい、その姿を拝観したところ、うん、なんと弘法大師さんが瞬きをしたっていう伝説というかね、うん、まあ、言われが残っていて、天皇様が、はい、天皇が忘れがちなんですよ、はい、歴代天皇、歴代天皇を忘れがち、天皇が、はい、空海、弘法大師に守られていることを忘れがちなんですよ。ああ、なるほど。だから、醍醐天皇の枕元に、ボロボロの空海様が現れたりとか、はい、出てくるんですよ。それ何かというと、国政が怪しくなって、はい、私の力だけではどうにもならんねって言った時に、いやいや、降りますやん、私がっていう格好で、こう、高野山が降りてこられてっていう、どうしても、こうね、500年前に死んじゃった、はい、人じゃんみたいな感覚になりつつあるところに、要所出てこられて、うん、私はまだ生きとりますぞと、あなたが不安がらないんでも、あなたのね、玉体、お体、国を今も奥の院の上空で拝んでますよというアピールの出し方が、夢枕であったり、はい、目引きであったりする。なるほど。はいはい、だからもっとエピソードあったはずですよ。うん、そうですね、あったはずだけど、1200年の間にだいぶとこう流されていって、ここはすごくそれが上手に残してくださって、そうですね。なので、まあ、瞬きをひっくり返して目引き大師。そうです、そうです。そうですね。いや、はい、ちょっとその、だからそのやっぱ生身の生きてますよっていうアピールっていうので、うん、瞬きっていうポイントだと思うんですけど、私のその今日拝観したその50年に一度のご会長のやつは、うんうんうん、やっぱりなんかもちろんね、古くなってはいるんですけど、目だけは黒々とされてるなって、っ、ね、それが性根が入るとか体現されてるっていう、はい、信仰物としてのすごさですね。他のものの色は、本当山の色もお釈迦様の色も、こうぼやけて白大きくなってしまってるけど、目だけは、本当瞳だけは真っ黒で、バーンとあったので、
あ、これはやっぱ目のお軸、大林なんだなっていうのは。そうですね。ここのエピソードで、はい、天皇がどうしても拝見したいんやっていうところでとどまることなかれだと思います。うんうんうん、どうしてもそうです、ね。気になって仕方がないから、うん、一度拝ましてくれへんかって、天皇がご体統治されてから拝見するわけですから、はい、そうですね。すごいことですよね。すごいことですよ。でも本当、大体ご誕生の時にご開帳されるんですけども、うん、こうやってめちゃめちゃ近くで今日拝観できたのは、はい、本当50年に一度だけ。最近というか、もう最後じゃないかっていうのが、はい、さっきも聞いたんです、辻さんに。はい、どうなんですかって言ったら、もう体持たんわ、言ってらっしゃる。拝むの大変だと。3日でも大変なのにっていう。そうですね。見といてよって、拝むといてよっていう願いがあって、はい、よく最後滑り込みで来れてよかった、ね。いや、本当よかったです。ありがとうございます。いいえ。では引き続き、まあ、今日がもう今のがメインが終わってしまったみたいな。そうですね。ところもありますけど、メインの法要が1時にございますので。ありがとうございます。はい。参りましょう。あと大わらじもね、ちょっと大わらじ、はい、はい、あれはお大様のおみ足ということで、あ、大きいですね。仏足石は、はい、やっぱりお釈迦様なんで、はい、お遍路の見客は、はい、やっぱり弘法大師の、はい、わらじで示すという。なるほど。ここもすごいですね。遍路金剛閣と言い切れるんですから。遍路金剛閣。はい。お大師様の、はい、ご誕生の間、まあですね。お。はい、重要文化財の五重塔が今日まで特別公開です。中にある五智如来と、自分尊者の主寺八宝天扉を見れます。そして2階まで登れるという絵を抑えました。自分尊者という方は、はい、もう戒律の大王みたいな、いつの時代の方ですか。江戸後期じゃなかったかな。とにかく厳しい、とにかく厳しい方で、あの従前回を徹底的に戒律を解き直した人なんですよ。子育て大師と、あ、子供大輝の大師さん、父親の顔をしております。この子供の顔がね、おじさんだな。うり二つ微笑ましすぎて。そしてその裏手のお堂がまさに善通寺。そう、まさに表ですね。はい、来ました、ついに大宝楼閣ですね。大宝楼閣、はい、もうじゃあまずこちらお参りしましょう。もらってから五重塔へ、はい、はい、そうですね、参拝に上がります。上がった、上がらんか。いや、しかしあの中の薬師如来様が、はい、もう3メートル近く大きくいらっしゃって、はい、そして信号なり、あの何て言うんですか、一座をすべて拝ませていただいて、はい、お遍路、お遍路で仏前権現次第をやりましたけど、はい、仏前権、やっぱりしっかりと拝むとそこの仏様と心が通じるような気持ちになりますね、うんうん、あと、うん、仏画ではなし、仏像でいらっしゃることは、はい、行ける限り横から拝ませてもらうという素晴らしさがあると思うんですよ ね。だから正面で大すげーで終わらずに、はい、ちょっとサイドに振ってみられて、そうですね、あの崇めてみると、はい、やっぱり立体感とこう前に出てきている肉みっていうのがもうたまらんですね。見仏的にはもうまさにたまらんでしょうか。たまらんですね。いや、うん、本当に素晴らしかったです。とうとう絶え間なくって言葉があるけど、はい、もう24時間本当にずっと拝まれてる空間ですよ ね。はい、はいはい、弘法大師で250周年の、はい、あそこで拝観券を、はい、では上がってきます。天野さんってどっちだろう、ひねくれもんっていうのがありますので、ひねくれもん、逆にひねくれか本当のことで嘘こんって言うから、嘘こんが本当のことで反発する、だからこれが倒れないと反発するようにっていう意味で、はあ、なるほど、力持ちというよりかは反発するという耐震装置。五重塔の2階です。イエーイ。動きがばあちゃんみたいになってる。てます、あれは何？手振ってくれてます。映してるのかな？はい、こちらが見晴らしなんですけれども、向こうに山が見えますね。あの向こうの山のさらに向こうの山からお釈迦様が出現した五重塔は、真ん中の柱が地面から6センチ浮いているというね、ございます。新柱がちょうどのおかげで、こう
ちらの塔が耐震されて、免震構造になってね。やっぱり登るのはあのいい意味で、うん、いい意味でですけど人が登るようじゃないですね。あのいい意味で本当に当たり前です。あのこんなによぼよぼとしてしまいますもん。あとみほちゃんの前にすごいおばあちゃんがいらして上がるのも大変なのに出てきたからびっくりしてそうです。もうすごいもうはしごみたいな、もう一応階段状にはなってるんですけど、ほぼはしごですね。怖い、うん、怖い。でも天井もずっと低いし暗いしでやっぱまあこれはもちろん物見湯さんの櫓ではないのでね。中のね、まあ、新柱がトロンっていうのがかっこよかったですね。ぶっとい柱が一本。今日はかなり揺れてるはずなんですよね。ジウン尊者の主人八方天、本当八面にね、こういらっしゃって。水天空天ね。はい、あの堀がすごい深かったので、なんかこう、本当その仏様の力強さみたいな感じましたね。新柱を中心としたもう曼荼羅を形成してるから、うん、はい、それからさっき上にあった、はい、あったですよね。天の尺、邪気。これが密教的な考え方なんですね。で、原活技の原点なんですね。原活技っていうのは密教の言葉。密教から原活技が始まってるんですよね。だから逆さのものを配して、あの磁石で言ったら N と N をぶつけて合わさんようにするとか。なるほど、なるほど。はい、チーズ。見えどに、うわ、すごい人。びっしり。大にぎわいです。こちらで今から各の法要があって、はい、例えば50日間とか、はい、3ヶ月とか、はい、まあ3日もそうなんですけど、うん、全部で結ぶという字を書いて願いで結願法要、はい、これ無事に終わったねという感謝と、うん、それから、まあ、私たちの願いが叶いましたという報告がありまして、うん、だから今日多いんですよ、うん、なるほど。願いが叶いましたという、あの本当、いやもう叶う願いなんかどうでもいいねと、うん、ここへお出してもらうだけでみたいな、立ち会えたという感謝かな。ということで、弘法大師1250歳のお誕生日、法要終わりました。いや、かなりね、しっとりとたっぷりボリューミーで、言っちゃえば生誕祭みたいなことですよね。しっかりと拝ませていただいて、いやー、1250年の歴史をまさに誕生した地でこうして、なんかこうしっかりとお参りできて気分がいいです。なのこんなに晴れてきました。うん、すごい気持ちいい感じになってきましたね。はい、我々がこうしてね、弘法大師様のゆかりの地を参拝させていただくのも、なんといっても生まれてきてくれたおかげということで、すごかったな、もう超満員で、で結構お経もね、あんま声張り上げるというかはしっかりともう心でボソボソと唱える系だったのでね、もう聞き入っちゃって気がついたら1時間15分、はい、たっぷりとちょっと参列させてもらいました。はい。いやー、気持ちいい。非常に。ありがとうございます。また橋の下でも合掌一礼、はい。ということで、ちょっと残りのお時間は、この善通寺周りの、はい、お寺をお遍路したいと思います。はい、というわけで善通寺の結構網羅的なガイドになりましたね。そして特別な日の法要の模様をレポートございました。天野恋さん、ありがとうございました。はい、次回はこの善通寺を含むこの88箇所のお遍路巡りのうちの7つのお寺を巡る7箇所参りというものに挑戦してきました。これ1日で巡るっていうのを結構ハードスケジュールの中頑張りましたので、次回善通寺を含む四国お遍路のうちの7箇所参りスペシャル、どうぞご覧ください。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。ナムー。